皆さんは山田長政という人物をご存知でしょうか。戦国時代末期、今の静岡で生まれ、その後タイに渡って現地で活躍した人で、歴史の教科書にも載っているんですが、実は地元の人にもあまり知られていないんです。地元の偉人を後世に伝えようと市民が奮闘しています。先月静岡市で開かれた朗読会です。俺か、俺はな、元は駿河の生まれ綱、俺のことをアユタヤの秀吉などという者もいるだに小説をもとに語られたのは、静岡の偉人山田長政の物語です。山田長政は戦国時代の末期、駿河の国、今でいう静岡市で生まれました。江戸時代の初め、朱印船貿易でタイに渡り、貿易商として活躍。その勢いは当時世界最大のオランダ東インド会社を撤退させてしまうほどだったといいます。静岡市に山田長政を伝えようとしている人たちがいます。あの浅間神社と駿府城を結ぶこの通りは、あの静岡で一番古い商店街でもあるわけなんですよね。そこから生まれ育って融資した山田長政、この商店街が生んだ人物として、やはりずっと検証を続けていきたいなと思っております。長政は今の静岡浅間通り商店街で商人の家の息子として生まれたとされます。商店街では長政を伝える祭りを30年以上開いていますが、あまり知られていないのが現状です。そこで今回商店街がタッグを組んだのはスパックの俳優です。やいやい、モレホンがそう言うたか。あの飲んだくれめよとあれで、山田長政をより身近な存在として感じてもらえるよう、静岡の方言を用いてその歴史や魅力を語ります。貿易でタイに行ったっていう知識しかなかったんですけど、あのタイの人になっちゃったみたいな感じで、あ、活躍した人なんだって知れました。ありがとうございます。そんな山田長政が浅間通り出身だよっていうのは、ぜひ皆さんに知らせていきたいと思います。地元の偉人をどのような手法で後世に伝えていくのか、商店街の模索が続いています。